アンニャ、ガルバレクアンニャ・ガルバレクは、ノルウェーのオスロ出身のシンガーソングライター。父親は、ジャズミュージシャンのヤン・ガルバレクである。ダークな歌詞に、明るく、ポップで、破壊的な音楽を乗せるのが好きという彼女は、猟奇殺人事件や、犯罪者の幼少期のトラウマ等からインスパイアを受けた、独特の作品を作り続けている。音楽制作を、セルフプロデュースで行うなど、 マルチに仕事をこなす彼女は、ノルウェーの美容区とも評されている。サックス奏者の父、ヤンに連れられて、アンニャは幼い頃から世界中を旅していたが、父親の生きるジャズシーンには興味を持たず、ケイトブッシュやクラブミュージックに深い関心を持っていた。女優を志し、ノルウェーの大学で演劇、ミュージカルを勉強していた彼女は、この時ほとんど楽器の演奏の仕方を知らなかった。しかし、 女優業に挫折。自分に才能がないとわかると、キーボードを練習し、音楽を制作するようになる。1992年に、ベルコーマン・インをノルウェー国内でリリース。この作品は、全編ノルウェー語で歌われている。1996年、バルーン・ムードをリリース。プロデューサーに、ビョークの、ポスト、ホモジェニック、ベスパタイン、U2 の、 ポップ等の仕事で知られるキーボード奏者のマリウスでベリーズを起用。この時代は、ビョークやポーティスヘッド、ラムといった女性ボーカリスト男性、コンポーサーによるトリップホップミュージックが全盛期を迎えていた。2001年、スマイリングウェービングをリリース。5年ぶりのリリースとなる今作は、父親のヤンガル・バレク、トークトークのマーク・ホリス、元ジャパンのリチャード・バルビエリ、スティーブ・ジャンシンに加えて、 60人を超えるロンドンセッションオーケストラを起用、ジャズ界の起営に前衛的なエレクトロサウンドとオーケストラ。それに彼女のウィスパーボイスが絶妙なバランスで加わった。今作はノルウェーのグラミー賞に当たる音楽祭で高い評価を得る。その後、レコーディングエンジニアのジョン・マリソンと結婚した彼女は娘を出産。実はこの時、 歌手業は引退するのかという噂が流れていた。2006年、レコード会社を移籍し、ブリーフリーシェイキングをリリース。前作のジャズドロニカ的アプローチから、一変、バルーンムードを彷彿とさせるような、ポップなアルバムとなる、リュック・ベッソン監督の映画、アンジェラに、彼女の楽曲が全面的に使用されることが話題となる。同年、アンジェラのサウンドトラックをリリース。ビヨンド・マイ・コントロールや、 ハールームといった過去のアルバムからの楽曲に数曲だけ新曲を加えたベストアルバム的作品となる。この作品で初めて日本版リリースとなるアルバムバルーンムードはジャケットを新装して再リリースされているスマイリングウェービングは本国ノルウェー版のみボーナストラックが2曲追加されている。ありがとうございます。